アストン・マーティン・アメール21は、アストン・マーティンが2021年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカーである。昨年ランキング4位を獲得した、レーシングポイント RP20RP20 RP のコンセプトを引き継いでいるが、今シーズンのレギュレーションに合わせて改良されている。トークンは、モノコック部分に使用され、 エンジンカウル部分は今シーズンのメルセデスプの形に合わせて膨らみができている。またサイドポットの形も RP20 とは異なった形を採用している。ドライバーはランスストロールとスクーデリアフェラーリより移籍したセバスチャンベッテル。昨年の活躍から期待がかかったもののバーレーンにて行われたプレシーズンテストにおいて トラブルが生じたため走行を早めに切り上げる場面が見られるなど不安の残る形で開幕戦を迎えた。開幕戦となったバーレン GP ではベッテルが9-1敗退を喫しストロールも9-3へ進出したものの10位と昨年の速さとは遠い結果で終わってしまう。そして決勝ではベッテルがアルピーヌのエステバンオコンに追突してしまう結果となるが ストロールは10位入賞を果たした。しかし、レギュレーション改正に出遅れてしまったことによって、昨シーズンの速さは影を潜めてしまい、ストロールは2戦まで入賞を果たすが、ベッテルは開幕4戦をノーポイントで終えてしまい、不安の声が目立つ形となった。それでも、第3戦で第4戦以来となる、9 3進出を果たし、第5戦で予選8番手スタートから、 決勝は恋となり今季初入賞を記録。さらに第6戦では予選は11番手に終わったものの決勝でのレース戦略校をそして2位でチェッカーを受けチームに初の表彰台をもたらした。第11戦でも波乱のレースをかいくぐりにいいフィニッシュを飾るもののレース後に FIA がベッテルのマシンから0.3リットルの燃料サンプルしか抽出できず 技術規則に定められた1.0リットルに届かなかったことにより失格の最低が下り貴重なポイントを失う羽目になってしまった。また、ストロール自身もコンスタントにポイントを稼ぐなどの活躍を見せている。内燃エンジンアーズ、ありがとうございます。